交流戦の各球団打率1位、2球団だけおかしい、日ハム水谷、438、ソフトバンク近藤、356、巨人フェルナンデス、342、DeNA オースティン、338、ロッテ高部、328、オリックス西川、314、カープ秋山、296、楽天辰巳、292、中日細川、290、阪神前川、288、ヤクルトサンタナ、286、西武源太、200。水谷選手、歴代最高打率おめでとうございます。西川マジでセリーグ相手だと別人で草。これでリーグ戦に戻ったらどうなるかマジ気になるな。西武マジでヤバすぎて草。最高打率で2割でどうやって試合に勝ったんや。ヘルナンデスが巨人は間違いなく MVP やな。マジで神助っ人すぎて最高や。ゲンタで2割しか打てんかったんか。他のバッターの打率マジで気になるな。水谷は交流戦男にならずにリーグでも頑張ってほしいな。こっからがある意味正念場かもね。近藤はほんと調子悪くならないよな。いつもコンスタントに打ってる気する。オースティン最強。交流戦はマジで打線が全体的に良かった気する。トップと最下位の差やばすぎて草。西武はどっかから野手マジで獲得した方がいい。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。